では、後半戦をスタートしていきたいと思いますけれども、後半戦は今回のテーマであるミニマルミュージックというものについて触れていきたいと思います。はい。では、えー、早速ですが、ミニマルミュージックって何でしょうか。えー、皆さん、えっと、こういう言葉聞いたことあるでしょうかね。えー、ミニマルミュージック、もしくは、えー、ミニマル音楽というふうな言い方をします。 えー、これはですね、何がミニマルなのと、えーまあ、何がちっちゃいのということですけれども、えー、もうそのの通りですね、最小のパターン化された音を繰り返し用い反復するというのがミニマルミュージックの特徴です。でこれを最小のパターン化された音楽、音というのはミニマル、ミニマルというふうな言い方をするんですけれども、えーあ もう曲を通じてずっとこのパターン化された音が使われてるな、みたいなですね。聴いてて、あのー、すごいこの反復を感じるんですよね。ただ、あのー、上手にその、なんか単調な曲だなと思わせないようにするために、いくつかのちょっとエッセンスを加えたりしています。例えばですね、えー、微細な要素の追加だとか、パート感の音のズレ。あとは、新パターン、新しいパターンの追加。 こういったものが、えー、魅力になっています、えー。この最小化されたパターンの音、ミニマルに対して、こういったものを加えることによって、えー、単調な曲ではなくなる、すごい魅力的な曲になるというところです。えー、まあ、微細な要素の追加ということでですね、まあ、た例えばドレミーだと だけの音をドレミ、ドレミ、ドレミみたいなところにですね、また新しいちょっと音を加えてみたりだとか、ドレミだけでもちょっと音をずらしてみたりだとか、まあそういったところでですね、えっ、ー、と、こういったミニマルミュージックというのは出来上がります。で、えー、このミニマルミュージック、ミニマルに対してこういったものを加えることによってですね、音の響きだとか音色、音色を徐々に変化させる。 ことによって曲自体のダイナミズムを作り出していくと。創出すると。いうところです。やっぱり音、音楽っていうのは先ほどもあの前半戦で喋ったように進行していくわけです。音を進行していくときに同じ音ばっかり繰り返しているようだと、なんかのただの BGM というか、の、すごい単純な曲だなというふうに思ってしまうかもしれませんけれども、こういった変化を加えることによって曲になっていくと。 というところですねなので、あのミニマルミュージック作るのはちょっと難しいかと思います。あの、一歩間違えるとつまらない曲になってしまうので、それをあの誰もが聴きたくなるような曲にするためには、その作曲家の手腕が問われるというところになるかなと思います。で、このミニマルミュージックですけれども、一体いつ頃始まったのと言いますと、1960年代、比較的最近ですね、1960年代に、 アメリカで始まりました。しかも、それを当時、実験音楽、実験的な音楽の一種であったというところです。はい。まあ、こういったミニマルみたいな、ミニマルな音を繰り返し、どんどん使うことによって、なんか、新しい音楽にならないかな、みたいな感じで実験的に作られたわけですね。ところが、現在、近年になってはですね、このミニマルミュージックは、環境音楽だとか、瞑想音楽として、 普及してるとやっぱり変化があると、すごい甚だしい変化があったりすると、あの落ち着かないですよね。あのまあ、もう人によってはそういった変化でも落ち着くななんていう人もいるかもしれませんが、一般的に言うと、やっぱりあの,あの単純というか、単調なリズムというのがやっぱりあの落ち着く。次どういういい音が来るのかななみたいな、えー すすごいい予想だにしててななかっったよような音が来るとおって思いますよね甘いものだと思って食べてみたら、実はしょっぱかったりするとすごいびっくりするじゃないですか。まあ、そういったことで、ですねあの次に来る音っていうのがあんまりあの逸脱してない、自分の予想を逸脱しないような、そういった音が来ると落ち着くなというところで、環境音楽だとか瞑想音楽としても使われているというところです。ただ やっぱり全てが全て聴いてる人の予想通りのような音だとつまらないですので、そこは先ほども言ったように作曲者というのが独自の色を出すというのが特徴になっていくるかなと思います。うん、ちなみにですね、このミニマルミュージックを作る作曲家のことをですね、ミニマリストなんていうふうに言います。 あの、まあ、音楽だけじゃなく、このミニマルっていう考え方はいくつ、いろいろとあるみたいなんですけれども、まあ、音楽界でいうとこのミニマリストっていうのはミニマル音楽家のことですが、え何人かいます。えー、例えばですね、えー、まあ、こっちら示したような人です。皆さんあのご存命の、えー、米国の作曲家の方になりますけれども、えー、例えば、ラモンテ・ヤングさんだとか、えー、スティーブ・ライヒさんだとか、テリー・ライリーさんとか、 まあこういったところが有名なミニマリストとして知られています。はい。あのー、やっぱり実際に聴いてみた方がいいかもしれませんので、えー、ちょっとテリー・ライリーの曲聴いてみようかなとか、えー、最近はね、YouTube とかも、えー、この動画上がってる YouTube とかでもいろいろな音楽に触れることができるかと思いますので、えー、っと、ぜひ聴いてみてください。ちなみにですね、今回ちょっとこのミニマルミュージックをもっと身近に感じていただきたいと。 と,いうところでですねなかなかちょっとこの3人の曲をあ俺好きなんだよ私好きなんだよ何度も聴いてるんだっていう人もなかなかいないかなと思いますそんな中でですね、えー、日本人がどの日本人も聴いたことがあるような音楽を作った有名な日本の作曲家がいます、えー、ミニマリストですこの人については後々ちょっと触れていきたいと思いますはい ではですね、一回ここでミニマルミュージックを皆さんに聞いていただきたいかなと思います。やっぱり聞かないと話になりませんよね。はい。えー、で、えー、なかなか音楽というのはあの著作権の問題とかもありますので、えー、このチャンネルで、えー、実際にそのミニマルミュージックというのをお届けすることは難しいです先ほどに。先に言っておきますけれども。ということでちょっと一回解説だけしますので、後でちょっと一回この動画を離れて、 聴いてもらって、また戻ってきてもらいたいと思います。はい。曲名はですね、Short イ i イ e in the Fast Machine という曲があります。これはですね、えー、こちらもアメリカのミニマリスト、ミニマル音楽家であるジョン・アダムスという方が、えー、作曲した曲になります。1986年、これも比較的最近ですね、やっぱり60年代に、えー、発,端ああの発生した曲の音楽の実験音楽の一種ですので、 86年に作曲された、ショートライド・イン・ナ・ファスト・マシンという曲がありますので、ぜひ聴いてみてください。はい。ピッツバーグ高級学団が初演をしたということになりますけれども、こちらの曲ですね、意味をちょっと訳そうとすると難しいんですよ。 えなので、よく日本でえと上演されるうーえー場合はですね、もうそのまんま訳さずに、カタカナで、ショートライドインア・ファストマシーンっていう風に書くか、そのまま英語でこういう風に表記するのが主流になっています。ただ、無理やり訳そうとするとですね、早い機会にちょっと乗るっていう意味になります。意味わかんねえよと思うじゃないですけど、思うでしょう。 であのー、早い機械にちょっと乗る。このマシーンっていうのは機械と訳すよりも乗り物と訳した方がいいかもしれません。うん、あのー、作曲者のジョン・アダムス自身が言った言葉なんですけれども、これはですね、高速、すごいスピードで走っているスポーツカーに無理やり乗せられちゃって、 ああ、俺乗らなきゃよかった。誘いを断るべきだったなと後悔する状況を曲にしたそうです。めちゃくちゃ面白いですよね。あの、ということで、すごいこのメロディーラインが美しいとか、そういう曲じゃないです。聴いてもらえればわかりますけれどもあの、とにかくミニマルな、えー、同じような動機、えー、ミニマルな要素が繰り返し用いられてるなというのがわかるような曲になりますので、はい。えー、ぜひ聴いてみてください。 高速で走るスポーツカーに乗せられて、誘いを断るべきだったと後悔する状況、なかなかそんなことないと思いますけどね、えーまあ、のスポーツカーじゃなくてね、あのちょっと運転がちょっと荒い人の車に乗,乗っちゃって、ああ、この人の運転乗ら,なき車乗らなきゃよかったななんて思うことはあるかもしれません。まあ、そういった気持ちで聞いてもらえればなと思います。あと、聞きやすいポイントとして、ですねなんと演奏時間4分半です。 もう最近の J-POP くらいの曲ですよね。ちょっと長い J-POP くらい。4分半くらいの曲たくさんありますよね。はい。クラシックの曲なんて、もう本当に公共曲とかになったら30分、40分なんて平気でかかりますからね。もう数時間かかるような曲もあってあの、聴いてるのも大変なんていう人もいるかもしれませんけれども、慣れてくればあの面白いとは思いますが、えー、こんな4分半程度ですので、えー、すごいとっつきやすいかなと思います。 はい。ぜひ聴いてみましょう。で、曲の構成なんですが、あの、第1部から第3部、全部で4部構成なんですけれども、1部から3部がウッドブロックという、まあ、こういう楽器ですね。これがリズムを刻んでいきます。これが中心的な役割を果たしています。で、タタン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 みたいな感じでリズムを刻むんですけれども、第2部だけがちょっと低音を感じさせる、低いウッドブロックになります。 ということで、1部と3部はちょっと高音の明るい感じのウッドブロックがメインになります。で、第4部はですね、ウッドブロックが外れるんですよね。そのリズムから外れて、トランペットが中心的になると。まあ、こういった曲になります。あの4分半の中で4第4部構成ということで、それぞれまあ1分程度、えー、なので、えー、ぜひ、えー、取ってきやすいかなと思います。はい。まあ、ここまで、あのー、 前の前編というか、あの話を聞いていただければですね、もう聞いて大丈夫だと思いますので、実際にこの動画外れて、YouTube とかで、ショートライドインのファストマシン聞いてみてください。あの、この動画のリンクに、えー、貼っておきたいと思いますので、そちらに飛んで、また聞いたらこっちに戻ってきてください。はい。 えでは、えー、ここからはですね、えー、あのもう聞いた、このショートライドインナファストマシン聞いたよっていう人向けに話を進めていきたいと思います。はい。ではですね、あのー、先ほどの、えー、ミニマルミュージック、えー、ジョン・アナムズのミニマルミュージックを聞いていただいた上でもう少し日本人に、えー、馴染みやすい、とっつきやすい ミニマル音楽をここからはちょっと提供、ご紹介していきたいと思います。はい。それに先だってですね、日本を代表するミニ,ミニマリストがいますのでご紹介しましょう。えー、皆さん、日本にミニマリストがいるって知ってましたかえー、日本には数、まあ、いろんな作曲家いるよなと。も最近もね、えっ、ー、と、ま、ポップス、えー、ロック、いろいろなえ分野において日本人活躍してますけども、えー、誰かなと思うかもしれません。 はい、えー。もう答え言っちゃいますけれども、日本を代表するミニマリストはこちらの方です。はい。えー、久石譲さんですね。皆さん聞いたことあるでしょうかねえー、まあ、有名な作曲家ですので、日本を代表する、まあ、作曲家ですね。作曲家、編曲家、また指揮者、ピアニストということで、有名な長野出身の作曲家ですけれども、えー、ちょっと と私知らないなっていう方がもしかしたらいるかもしれません。はい。この人はですね、日本を代表する作曲家ともなんですけども、特にですね、映画音楽家でもあります。はい。で、またミニマリストですね。じゃあ、どんな音楽、映画音楽を作ったのかなというとですね、えー、有名なところで言うと、ジブリ映画ですね。はい。えー、もう、被災地上イコールジブリと言っても過言ではないかと。 思います。この久石さんがいなかったらジブリ映画の魅力がだ,だいぶ半減してしまうんじゃないかなと思いますけれども、そんな久石さん、ジブリの宮崎駿監督の10作品の音楽を担当しています。あの、高畑さん、高畑勲さんの作品も担当されていますけれども、えー、やっぱりメインはこの宮崎駿さんタッグを組んで、えー、10作品の音楽を担当されていると。じゃあ、どんな作品かというとですね、 もうジャンとすごいですね。もう名作揃い。はい。えー、もう今日何の,あの授業だよと思うかもしれませんけれども、えー、っと、まあ、ちょっとお付き合いいただければと思いますが、1984年公開の風の谷のナウシカから始まって、2013年の風刺に至るまでですね、この10の作品の音楽を担当しています、この久石さん。 で、あのー、まあ、どの作品の音楽もやっぱり特徴的ですよね。あの、またいい曲が、名曲が揃っているというところです。で、あのーもうさ、肝心なこの宮崎駿監督自身もですね、この久石さんに対して、久石さんと出会えたのは、こう、これ以上の運を望むのはいけないですね、なんて言ってるくらい、まあ、めちゃくちゃ高評価だと。もう宮崎さんがもう久石さんにいつも頼んでるんですよね。あの久石さん頼みますよ、みたいな感じで。えー 音楽の作曲を頼んでいるまあそんな中でこの久石さんは映画音楽家であるだけでなく今回のテーマであるミニマル音楽を追求している作曲家の方でもあるということはぜひとも知っていてください。はい、えー、なんでこのちなみに久石さんはミニマル音楽に興味を持つようになったかというとやはり先ほどの、えー、世界のミニマリストであるテリー・ライリーさんの楽曲に触れてミニマリストになったというふうに えー、おっっしゃっていいますはい、で、じゃあ、久石さんの、えー、どの音楽がミニマル音楽なのと思うかもしれません。めちゃくちゃたくさん曲を作曲されているので、どれがミニマル音楽なのかわからないよって方もいるかもしれませんので、ここでは一部だけ紹介したいと思います。えー、まずはですね、風の谷のナウシカ、1984年公開の風の谷のナウシカの音楽。 についてちょっと見ていきたいと思いますはいではですねあのー、早速なんですけれども聞いてみていただきたいと思います被災室長とミニマルミュージックということで曲名はですね、えー、風の伝説という曲になりますはいでは聞いてみましょう まあ、ということでですね、あのー、音を聞くだけで、あ、これミニマルだなって感じられた人は素晴らしいんですけれども、えー、ちょっとやっぱり楽譜を見て判断したいなと思います。はい。えー、こちらですね、楽譜に見る,楽譜に見るミニマルということでですね、えー、この風の伝説の楽譜になりますけれども、えー、見てお分かりでしょうかね、この平音記号、低音、あの伴奏の方ですね、伴奏の方が、 繰り返し繰り返し同じ音だけを使ってるんです。もう見事に同じ音だけを繰り返しているというのがわかるかなと思います。はい、この部分ですね。赤くハッチングした部分ですけれども、えー、ことごとく同じ音、もう,もういい音、くどい音 <laughs>、えー、思いがちなんですけれども、曲自体聴いてて、くどいっていう気はしないですよね、全く。というのも、やっぱり右手、えー、主旋律の方が、 特徴的、まあ、魅力的に変化を与えているので、低音部のミニマルっていうのの単調さを感じさせないっていうところですね、はい。ちなみにこの,、えー、の下の部分、平音記号、伴奏の部分だけ聞いてみたいと思います。 ということで、あのー、全く同じだなと。<laughs> なんか、この伴奏だけ聴いて、いい曲に、あなたを、あなた作りなさいって言われて、思いつかないですよね。この右手に、右手をどういうふうに作っていけば、これを魅力的な曲にできるかなって、やっぱりこれが被災師マジックなのかなと思います。あのー、左手の部分については、ここだけですね。こことここだけ。ナチュラルになってる。音はちょっと変わっている。 ここだけの違いで、他は基本的に全部同じ音を繰り返していると。はい、ちょっということでもう一回だけ聞いてみたいと思います。 とといいううこででですね、いかか。がだったでしょうかあのミニマルな部分を聞いた中上で、実際に曲を聴いてみると、あこれがミニマルミュージックなのかと、えー、お分かりいただけたかなと思います。まあ、そんなことの中でですねあの、いや、他にもミニマルな曲たくさんあるんじゃないかなっていうふうに気づいた方もいらっしゃるかもしれません。はい、えここでですね、もう1作品、えっと、久石さんの曲でちょっとミニマルを見つめてみたいと思います。 それがですね、ちょっとジブリから離れますけれども、えー、映画、菊次郎の夏という作品がありますけれども、その曲中で使われているサマーという、こちらも名曲ですね。はい。こちらちょっと聴いてみたいと思います。 はい。えー、もっと聞かせろよと思うかもしれませんが、一回ここで切りたいと思います。えー、ミニマル、感じていただけたでしょうかでもう、伴奏のスタートからずっと同じですよね。はい。同じような音がどんどん繰り返され、繰り返し用いられてるなっていうのがお分かりいただけたかなと思います。はい。えー、で、えー、まあ、楽譜を実際に見てみるとですね、こちらもあお分かりいただけるかなと思いますけれども、こっからもう、基本的に同じ 音形が繰り返し使われている音の高さ自体はもちろん違いますけれども、これであのリズム的にも全く同じですし、えー、曲を通じてあミニマルだなって感じることができるかなと思います。この赤く囲んだところですね。はい。えー、またちょっとミニマルな部分だけ聞いてみたいと思います。 まあちょっとそんな感じでですね、あのー、やっぱり久石さんはミニマリストだなと思うかもしれません。はいえー、ともちろん、久石さんの曲、全部、すべてがミニマル音楽で出来上がってるかっていうと、そうではないですけれども、えー、やっぱり多いですね、久石さんの映画音楽、あのジブリ映画の作品とかの音楽を聴いてもらっても分かるかと思いますが、あ、これミニマルだなんていうふうに気づけるかもしれません。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、この左手の伴奏部分が、えー、だいぶミニマル要素がたくさん、あの、使われているというのを踏まえた上で、もう一度だけ聞いてみましょう。あの、やっぱりミニマルミュージックというのは、単調な曲にしないために、あの、右手とか、リズムを加えることによって、魅力化されますので、はい、もう一度ちょっと、初めから聞いてみたいと思います。 いかがだったでしょうか、えー、もう曲最高だと <laughs> あの言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、このミニマルミュージックとして。はいで、あのー、やっぱり実際にこの聴いてて、あ、これミニマルだ、ミニマルだなんて意識しなくても、もちろん曲としては十分楽し,楽しめますけれども、あの久石さん自身が、えー、っとミニマリストであると、まあ、自他共にミニマリストであるというふうに考えていて、あのー やっぱり複雑な音というよりも単純な音でいかにいい曲、素晴らしい曲、魅力的な曲だと聴いてる人に感じてもらえるかっていうのを追求しているそうです。やっぱりそういう人はあのミニマルミュージックの良さっていうのにより一層気づけるんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい。ということで,ですね、ここまで、えー、と音楽の基礎からミニマルミュージックの世界に至るまで え、外観してきましたけども、いかがだったでしょうか。もちろん、これ以外にもたくさんミニマルミュージックたくさんあります。えー、っと、えー、例えば、この久石さんの曲だけじゃなくてですね、あの、すべてにおいてミニマルだなと思わなくても、一部がちょっとこれちょっとミニマルっぽくないかな、なんていうふうな曲もあるかなと思いますので、ぜひ、身近なところでミニマルミュージックを探していただければと思います。はい、ということで、今回の講義は以上となります。いかがだったでしょうか。もしこの動画面白いなと思いましたら、 いいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。